この時間はゲストをお招きしています。本日東証マザーズに新規上場したナッティースワンキー代表取締役社長井関裕二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダンダダン酒場を運営しているナッティースワンキーということで非常にお名前が個性的なんですけれども、はい、社名はどういう意味が込められているんでしょうか。そうですね、造語ではあるんですけれども、生きでいなせなという意味が込められております。生きでいなせなお店を作っていこうというそんな思いが思ってます。あ、はい。こちらスライドが出ていますけれども、ダンダダン酒場、餃子中心の居酒屋さんということですね。はい。ではお店の特徴について少し教えていただけますでしょうか。はい。ダンダダン酒場というのは、餃子がメインの大衆居酒屋でございます。餃子というのは日本でも昔から食べられているものですし、一時の流行ではなく、皆さん幅広い客層から、愛されるそんなような商品だと思ってます。お客さんの年齢層ですとかターゲットというふうにありますけれども、これかなり幅が広いということですね。そうですね、年齢層も、10代から、60代までの方に、使っていただいておりますし、客層としましても会社員の方はもちろん、女性同士やファミリー層など、様々な方に利用いただいているお店でございます。餃子というともう国民食ですんで、いろんな方がいらっしゃるということですか。そうですね。それでは、続きまして業績について教えていただけますでしょうか。はい。業績は売上高も経常利益も順調に成長してきております。前期の決算で売上高が29億円、経常利益が約1億5000万円となっております。売上も利益も順調ということですか。はい。それでは御社の特徴についてもう少しお伺いしたいんですけれども、強みはどんなところにあるんでしょうか。そうですね、一番の強みはやはり肉汁焼き餃子という商品があるんですけれども、こちらが、当店ご利用いただいているお客様のほぼ全てご注文される看板商品になっています。特徴としては醤油とかお酢とかラー油とか、つけずに、何もつけないでそのまま食べれる、そして、肉肉しくてジューシーな、餃子になってます。もうそのまま何もつけずに食べられると。そうですね。これはもう来たお客さんもほとんど全員頼まれるということなんですか。はい、もうほぼ全てのお客様がご注文いただいております。で、実際に評判もいいということなんですね。そうですね、アンケート調査の中でも、80点以上つけていただけるお客様が 91% と非常に高評価いただいている商品です。この商品がまず一つ目の強みということですね。はい。続きまして二つ目、接客というふうにありますが、こちらいかがでしょうか。はい。当社は接客にも非常に力を入れている会社でございます。特に挨拶や笑顔や声出しみたいな、誰にでもできる基本なことを徹底することに力を入れてます。あとはダンダダン酒場の20代行動というのを策定しておりまして、これはお客様がご来店してから退店するまでの流れの中で、大事なポイントを、押さえている、そんなような指針になっております。研修なんかももちろんされているということですよね。そうですね、アルバイトも含めて、座学研修を行って、そこで理念の浸透など、飲食店としての基本的な知識等を教えてから、お店に立つと、そういうような研修を行っております。わかりました。では強みの3つ目ということなんですけれども、店舗、こちらについてはどうでしょうか。はい。店舗は設計に関しては、チェーンではあるんですけれども、その町その町にあったようなそんなデザインをその町ごとに作っているのが一つの特徴です。あとは社員が愛着持って働けるように、オープニングのスタッフが開店前にみんなで集まって、ペンキで壁に文字を書いたり、ロゴマークを書いたりですとか、そういう店作りに携わることによって、お店の中で働きがいを持って、みんな仕事をしてくれると、そういうような取り組みを1号店の頃からずっと行っております。そうしますとチェーンなんですけれども、1店舗ずつ少しずつ個性が違うという、そういうお店なんですかね。あ、そうですね。はい、はい。
こちら店舗ということです。そして次が4番目、豊富な出店余地というふうにありますけれども、これどういうことなんでしょうか。はい、当店はその客層がとても広いことで、いろんな出店エリアで、店舗を運営できております。ビジネス街なんかは、もちろんサラリーマンの方が多いですし、ファミリー層のお客様もご利用いただいているので、住宅街とか、新宿や渋谷みたいな、繁華街なんかでも、出店できております。ターゲットが豊富なのでこういう展開ができるということですね。はい、ということで、強み4つ挙げていただきました。それでは今後についてもお伺いしたいんですけれども、成長戦略としてはどんなことがあるんでしょうか。そうですね、出店を重ねていく上で、一番重要なのはやはり人材の確保というところになってます。飲食業界でもやはり、そこが人材不足が謳われているので、当社はそこに、一番の経営課題として、取り組んでおります。いろんなイベント取り組みされているそうなんですけれども、はい、こちらにあります最強店舗、はい、これはどういうものなんでしょうか。最強店舗といいますのは、現在アルバイトスタッフも含めると1,200〜1,300人、いるんですけども、はい、その全メンバーの中から選挙で選ばれた10名ほどのスタッフが、3日間当日営業するというものです。その選抜メンバーに選ばれるだけでも社内では大変名誉なことなんで、それを目指して、みんな普段から頑張ったりしてるんですけども、その3日間の営業を他のスタッフたちがお客様として体感しに来て、それを、言葉や文章では伝わらないような空気感ですとか動きですとか、料理のクオリティですとか、そういうのを体感して、だんだん酒場のあるべき姿というのはこういうものだということを、自転に持って帰って営業に生かすと、そういうような取り組みになっています。非常にユニークな取り組みですね。そうですね。次のこのダンダダンアワードですか、はい、これはどういうものなんでしょうか。ダンダダンアワードというのは成果発表会なんですけれども、はい、定量的な予選がありまして、売上の昨年対比ですとか衛生検査の点数や覆面調査の結果などから予選が行われて、予選を勝ち抜いた4店舗が当日ステージに上がって、どのような取り組みを行ってこういう好成績が出せたのか、どういうチームビルディングを行ってきたのかというようなことをプレゼンテーションする。そしてその4店舗の中から投票で、優勝店舗が決まると、そういうような社内の一大行事になっています。わかりました。人材の確保が必要だということなんですけれども、はい、そうすると次が教育ということになるかと思うんですけれども、はい、そこについてはいかがでしょうか。そうですね、教育もずっといろいろな取り組みを行っているんですけれども、当社スキルの向上、理念行動、事例共有とこういう3本の柱で、走らせております。特に評価スキルの向上のところ評価制度なんかあるんですけれども、こちらは3ヶ月に1回社内のオリジナルの130項目からなる評価を3ヶ月に1回評価して、面談してフィードバックして目標を設定すると、そういうようなことを、行うことによって、会社の求める人材にいち早く近づけるような、そんな評価制度になってます。街に長く愛されるお店を目指していらっしゃるということなんですね。そうですね、はい。そして続きまして、今後の出店戦略について教えていただけますでしょうか。はい、現在は東京を中心に、68店舗、展開しております。今後も1都3県中心に、展開していくんですけれども、1都3県、3県は直営で、地方は、フランチャイズ中心に、展開していきたいと思っています。首都圏は当社乗降客数3万人以上というの出店基準があるんですけれども、1都3県で今250ぐらい、駅がございますので、まだまだ出店余地があると考えております。地方に関しても今は名古屋2店舗だけなんですけれども、今後は、どんどん次は九州なんかも予定してますし、札幌、仙台、関西など、
地方全国に展開していければと思っております。はい、餃子に強みのある会社って他にもライバルいるかと思うんですけれども、はい、その辺の競争についてはどんなふうにお考えになってますでしょうか。そうですね、現在でも近所に大手の餃子チェーンさんとか、結構あるお店もあるんですけども、はい、特にそういうお店は食事業態のお店が多くてですね、当社はあくまでも餃子でお酒を楽しむ、ビールを飲むみたいな、居酒屋業態ですので、はい、そういう意味ではあんまり被らないといいますか、食い合わないで、共存できているような状況でございます。競合になりそうでそんなに強硬でもないというそういう。そうですね、はい、わかりました。では最後になりますが、番組をご覧の投資家の皆さんに向けて、社長からメッセージをいただけますでしょうか。はい、本日、マザーズに上場させていただいたんですけれども、決してこれがゴールとは思ってなくてですね、むしろ今からスタートだというふうに思っております。今後やはりステークホルダーの皆様が、どんどん増えていって、どんどん責任感も重くなっていきますので、社内全員でそういうステークホルダーの皆様に恩返しできるようなそんな会社を作っていきたいと思っておりますので、今後ともご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。はい、この時間はナッティースワンキーの井関裕二さんにお伺いしました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。